アイランド BJJ チャンネル、格闘技新団体ローマン CEO の直吉です。はい、今日はね8月30日、石垣島から、お送りしております。いや、やばい忙しいですね。多分ね、今ね、ローマンの中で一番、動いているのが、COO のね、住吉さんと、あともう一人、川本さんっていうね、方、ついで僕が多分、動いてると思うんですけど、まあね、ちょっとね、ほんとやばいぐらい、予想の150倍ぐらい忙しいです。はい。っていうのはね、まだね、いろいろね、ちょっとまだ、格闘技の団体運営っていうもの自体がね、多分その、なんていうの、ひな形というか、何、フォーマットっていうの、みたいなのないので、手探りでやってるんでね。まあ、後になってみればね、あ、こういうふうに、問い合わせ窓口一つにしておけばよかったなとか、まあ、こういう、前置きとしてね、そういう文言を書いておけばよかったなみたいなのがいっぱいあるんですけども、それ、わからないんでね。もう、いろんな質問とかが殺到してしまって、今、かなりパンク状態になっております。はい。僕もね、CEO ということで最終決定権がもう私に、ほとんどのものがあるので、個別連絡いただいてるんで、なるべくね、可能な限り返すようにしてるんですけど、もうちょっとね、その契約間際とかになるとね、僕さすがにその選手との契約とかまでは、自分が直接行ってやってるわけではないので、自分がね、一番早い情報を持ってるんじゃない部分もいろいろあるんですよね。あと、決定権はあると言いつつも、別に独裁者ではないので、みんなの、ね、実行委員会の意見も聞いていろいろ決めてますので、ちょっとごめんなさい、僕に個別でね、ご連絡いただいても、ちょっとわからない部分が多々ありますので、基本的にはね、問い合わせフォームの方からちょっとお願いしたいと思っております。で、今回はね、ちょっとそれも記載がなかったんですけど、例えばこう選手がね、いつになったらこう出場決定か、もしくは試合が組まれるか組まれないか分かりますかというご質問も、多数私に直接いただいて、非常にね、そういうまだ始まったばかりの団体に興味を持っていただいて、もう本当にありがたいっていうのと、のはまず前提なんですけども、ちょっと私もちょっとわからない部分がね、ある一定のところまで行ったら、私の手を離れて、ビザの関係とかね、あと契約の関係とかで、最前線で動いてくれるメンバーの方に、情報が行ってるので、ちょっとお答えできない、部分が多々ございますので、ね、その辺を、ぜひお気を悪くなさらないでいただけたらと思います。はい。でね、そうなんですよ。そんなこんなでね、もう、なんか何分かに1回問い合わせが来るみたいな感じで、そうなんですよ。ちょっと、全部に個別ではお答え、できない部分があるってことですね。まあ、ちょっと今近況、また後で近況もまた少し話しますけども、まあ、じゃあ、今日の、ね、気になるニュースというところで、引き続きね、平本蓮選手のドーピングについてね、いろんな憶測が、語られております、ね。で、僕ね、昨日か一昨日ぐらいにツイートX でね、つぶやいたんですけど、やっぱり僕もね、作業しながらいろんな、格闘技関連の YouTube をね、垂れ流しながらいろいろ作業してるんですけど、そして今ほとんどやっぱりその、平本蓮選手ドーピング関連ばっかり流れてきて、大体聞いてるんですけどね、全部じゃないですよ。大体聞いてて、で、その中でね、ちょっとあまり語られてない視点のものがあって、で、それをこの間、ツイートしたんですけども、A さん、ね、その平本蓮選手に、ドーピングの指南、やり方を、ね、教えたとされている、まあ、事実であればという話ですよ、前提としてね、事実かどうかまだ 100% 分からないですけど、事実だと仮定したら、その人がね、いろんな告白をして、それに対してね、なんかその
なんか男らしくないとかね、いや最後によく言ってくれたみたいなね、いろんな意見があるんですけど、まあいくつかの意見でちょっと下せない、なんでこのタイミングでこう言ったのかとか、あとなんか最初になんで自分のね声を隠したのかとか、なんでそのいきなり自責の念に駆られて出したのかとかあるんですけど、僕が思うのは、僕ね、もともと格闘家というか、柔術、MMA もちょっと、ね、かじるぐらいですけど、やってたりとかして思うのは、やっぱね、これ、あくまで僕の個人的な意見で、その海外とかの多分事情をいろいろ知ってる、その A さんからしたら、そんなに俺、自責の念に駆られたりすることないと思うんですよね、おそらく。なんでかっていうと、海外みんな結構やってるんで、日本国内だって今やってる人多いと思いますよ。昔よりね、ネットでいろいろ情報とか、多分薬とかも仕入れが少なったりし。だからそこまでいきなりあんなに自責の念に駆られて、声明を出すとかね、僕あんまないんじゃないかなと思ってて。じゃあ何かっていうと、やっぱりこう、朝倉選手を支援してる、こう力がある、権力者というかね、そういう人、もしくは、平本蓮選手、をあんまり好きじゃない人、そういう人にお前白状しろという圧力を、事実を知られてね、何かこう弱みを握られて、で白状しろと言われたんじゃないかなと。誰かもX に貼ってましたけど、なんかその A さんはあんまりその文章力がある方ではないと。でそれがなんかあんなになんか分かりやすい文章を長文をバーッと書くのもおかしい。だから誰か代筆した人とかいるのかもしれないし、そうですね。だから今更ながらなんかその何ですか、そこまでそれがいいとか悪いは置いといて、ドーピングとかがめちゃくちゃこうまかり通ってるこの世界の格闘技事情、スポーツ界事情を知りながらいきなり自責のように駆られるっていうのはちょっと僕もピンとこないので、やっぱりこう誰かに圧力をかけられたんじゃないかなっていうのが正直なと僕が思うところですね。で、それが一番辻褄が今のところ合うかなと。そのドーピングが事実だったとしてですよ。じゃああんたはどう思うと言われたら、どうなんですかね。多少は何らかのものをやってた可能性が今はちょっと高いのかなと、断言はできないですけどね。そんな気がしてますけど、でも完全には分からないね。今ね、音声とかも、AI でできるっていうし、AI じゃないとは言ってますけど、そういう証拠もね、捏造できる時代なので、100% とは分からないですけどね。そんな自分の見解でした。はい。ごめんなさい、ちょっと一旦ちょっと人が来ちゃって中断したんですけど、なんだっけ、今話したいことあったんだけど、ちょっと今忘れちゃったので、また、今後、一個、ちょっと思い出した。今このアイランドビジネチャンネルあるんですけど、もう一個、ローマンチャンネルってね、ルート・オブ・マーシャル・アーツ・ネットワークの、公式チャンネルが、あります、ね、でまだ始まったばっかで、数個しか動画上げてないし、まだ110何人とか多分そのぐらいしかいなかった気がするんですけど、登録者数がね。でそっちの方でね、今度ローマン1、第1回大会旗揚げ戦を無料放送しますので、もしよろしければね、そっちの方をチャンネル登録いただけたら嬉しいなと思います。500人ぐらい行ってるとね、なんかいろいろやりやすくなるらしいんで、500人とか1000人とかね、ちょっと始まるまでには難しいかな、わかんないけど、これから記者会見やったり、有名インフルエンサーね、呼んだりとかして、ちょっと頑張って登録者数増やそうと思ってるんで、あれですけど、皆さん、一人一人の力が必要ですので、もしよろしければ、この今、皆さんがご覧になってる、アイランド BJJ チャンネル、とあと、ローマン公式チャンネル、の方、ご登録いただけたらなと思います。
ということでよろしくお願いします。今日はこの辺で、それでは。